こんにちは、アニマルタイガです。萌えです。はい、前回に引き続きね、萌えさんゲストで、お呼びして、今回ですけども、またね、ラウンジへお邪魔してるんですけど、大蛇にね、餌やりを、するところをね、見せていただけるということで、で、今回あげる餌なんですけど、豚なんですよね。豚っていうと多分何ですか、切り身を想像される方が多いんじゃないかなと思うんですけど、僕の動画でもね、豚を普段はあげてるとかこう言うとなんかね、まあ切り身と勘違いされている方いるんですけど、まあまんま豚のね、形したやつが映るんで、まあそういったのがね、苦手な方はね、やめていただいた方がいいですよね。はい、じゃあまあ最初ね、餌の説明からちょっとね、していこうかなと思います。はい、ということで、ね、こちらが、揚げていく、豚になります。まあね、こっちの一番でっかいのは今回はね、揚げないんですけど、まあサイズをね、見比べる感じで、置いてみましたけど、これ一番ちっちゃいのが 1.5 キロぐらいみたいで、でこれが3、4キロで、10キロ以上のサイズみたいですね。で、この、一番大きいやつなんですけど、僕のね、後ろにいるアミメニシキヘビとかね、この辺に、いつも与えてるやつみたいなんですけど、今ねこの一番下にいるでっかいアミメニシキヘビが、餌をね食べない時期みたいなんで、今回はね、でっかい、豚を与える餌はちょっと取れないんですけど、こちらのね豚を、与えていくということでね、見ていきたいと思います。どうですかこれは。これはでかい。普段そうですね、ヘビ飼ってる方でも見るのってせいぜいネズミぐらいですもんね。普段どうですか、もやさんが与えてるような餌がこれとかなんですよね。そうですね、使ってる。ね、僕ん家のね、飼い始めたボールパイソンもまあ今回の食べてるって。それから比べるともう何なのこれ。すごい。いやいやいや、これはすごい。で、どうなんですか、餌あげるところってこうお店に遊びに来たらタイミングが良かったら見れたりもするんですか。タイミングが良ければ見れるし、はいはい、あとうち餌やり体験っていうのもやってるから、だからまあ事前に連絡して、まあ、予約っていう形で連絡してもらえれば、1匹500円、はいはいはい、あ、そうなんですね。準備しとくんで、ぜひ見たいっていう人は、すごい。当日とか言われちゃうと、やっぱりちょっと解凍するのにも相当時間がかかるから、やっぱ事前予約でしてもらえる。でも500円でいいですか。500円。ちなみにでもこっちの子はもう半年ぐらい食べないんですよね。そう、もう来年春先ぐらいまでは。すごいな、ヘビの来年じゃ半年か。半年ご飯抜けてどうすか。いや、もう耐えられない。死にますよ。3日で1週間の限界なんで。まあ500円でね、事前予約で餌あげもね見れるみたいなんでね、ぜひ、見たい方は予約してみてください。じゃあ早速お願いしていいですか、餌あげを。はい、はい、じゃあね、今から餌あげていくんですけど、1.5 キロの豚を、こちらのねアミメニシキヘビに与えていって、でね、3、4キロの、豚の方を、ここのお店の3番目に大きいね、アミメニシキヘビ、すごい目で寄ってきてる寄ってきてる、これ寄ってきてますね。この子に、3、4キロの豚与えていきます。はい、じゃあね、アミメニシキヘビに豚さんお願いします。いか、
続いてじゃあ3、4キロの豚を網目の方に3番手の子に、うわー来ますよ、うわ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 来た、早い、うわうわうわすごい。はい、ということでね、大事な皆さんに餌与え終わりました。いかがでしたか？いや、もう迫力がすごくて、もう、見てて飽きないんですよね。ターンときた。怖い。怖いけど。怖いっすね。かっこいい。はい。まあね、500円で誰でもね、事前予約すれば、こういったね、捕食映像を見れるということなんで、生でね、見てみたい方はぜひ予約して、見てみてください。ということでね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。